出します。ゼッケンナンバー45番平瀬仁選手、ゼッケンナンバー46番岸辺智幸選手、ゼッケンナンバー47番市川慎二郎選手、ゼッケンナンバー48番森上正弘選手、エントリーナンバー49番伊藤信正選手、ゼッケンナンバー50番、岩本清選手、以上6名の選手となります。さあそれでは参りましょう。第6位です。ゼッケンナンバー45番平瀬仁選手。続いて5位です。ゼッケンナンバー49番伊藤信正選手。続いて4位はゼッケンナンバー50番岩本清選手。さあトップ3はセンターへ。第3位です。ゼッケンナンバー48番森上正弘選手。続いて2位の選手をコールしましょう。第2位はゼッケンナンバー47番市川慎二郎選手。そして優勝はゼッケンナンバー46番岸辺智幸選手、おめでとうございます。プレゼンターは兵庫県ボディープレス連盟木下良樹理事長です。表彰状、兵庫県クラス別ボディビル75キロ以下級優勝、岸辺智幸殿。あなたは第37回兵庫県クラス別ボディビル選手権大会において当初の成績を収められました。よってここにこれを表彰します。令和6年6月2日兵庫県ボディビルフィットネス連盟理事長木下良樹、おめでとうございます。兵庫県ボディビルフィットネス連盟より賞状が贈られます。優勝、岸辺智幸殿以下同文です。公益社団法人日本ボディビルフィットネス連盟会長青田正則代読です。おめでとうございます。日本ボディビルフィットネス連盟より賞状が贈られます。そして金メダルが首にかけられます。はい、優勝しました、岸辺選手には B プロテイン、ゴールドジムプロテイン、B レジェンドプロテイン、そして、粉飴が贈られます。2位3位の選手にも粉飴が贈られます。それでは記念撮影撮ってまいりますよ。皆さんカメラの準備はよろしいでしょうか。はい、じゃあ今のうちに得意なポーズ2ポーズ考えておいてくださいね。はい、いきますよ。はい、ポーズ、それではバナーを外してください。はい、もうワンポーズ取りますね。はい、ポーズ。兵庫県クラス別ボディビル選手権75キロ以下級優勝はゼッケンナンバー46番岸辺智幸選手、おめでとうございます。もう一度選手に大きな